れだよ、タクマのことボコボコにしたことだよね。ちなみに君は なんでタクマ君をボコボコにしたの？僕の道塞いだんで。朝倉未来、朝倉海の地元の愛知豊橋、結構重たい看板背負ってきた監督だと思うんですけど、どうですか？まあすごいいいメンバーが集まったと思うんですけど、まあまずあのそのイメージですかね、あのまああの監督もそうですけど、キックボクサーに MMA でやるやつと MMA 選手にキックでやるやつ、そんなやつらが監督してるようじゃ俺らに勝てるわけないんだよ、マジで。俺は逃げんし、何でもしゃべったら試合する前から半分終わってるじゃん。あ、もう終わってるから、うん、だから勝ち決まってるから。どこに終わっとる？補欠連れてきた。あ、お前戦ってこいよ。でもあれですね、あとかやるやろ。今やれや。ありがたり、こいや。こいや、こいや。こいや。いらっしゃい。言わせるの。すごい。一回落ち着こうよ。監督喋ってる時は落ち着こうよ。ねえ、これ組の。どうですか、CEO の地元豊橋の後輩たち見て。後輩なんですかこれ。あの子は見たことあるで。あれだよね、タクマのことボコボコにしたことある。あ、そうです。そうなの。ただ道で歩いてるタクマはいきなりボコボコにしたことです。そうなの。めちゃくちゃ面白いじゃん。ただの犯罪者。ちなみに君は なんでタクマ君をボコボコにしたの？僕の道塞いだんだ。おい。